はい、皆さんこんにちは、まいちくです。今日もドレスピ楽しんでいきましょう。いつもコメント高評価ありがとうございます。皆さん TPR 本当にお疲れ様でした、疲れたと思いますが、結果はいかがだったでしょうか。今日はね、僕の結果発表など、簡単にしていこうと思うんですが、僕はね、今回の TBR 以前から交流させていただいていたシスタームーンさんの方で走ることができたんですが、はい、495位となりましたね。今回まあ1000位まで入賞をしてね、この報酬車両がいただけるということで、まあ嬉しいんですが、何よりね、皆さんと一致団結して走れたことが、とても良かったなと思っています。ということで、まあ今回のね、このランキング報酬をいただきながら、いろいろ簡単にね、話せていけたらなと思っています。早速、受け取っていきましょう。3つではまずメダルから、そしてプラチ系40枚ですね。そしてね、この欲しかったハイスペック86ハイゲットできました。せっかくなのでね、もう早速ね、見ていこうと思います。 AE86 のハイスペックってね、初めてですよね。気に入りにして、さて、あ、いいですね、これ。ベタベタじゃないかな、これ。あ、リアもいいですね。あ、このなんだろう、オレンジ色、柿色、何色っていうんだろう。それとこのね、黒がいい具合にこれマッチしてますね。あ、顔面はちょっとこう派手だけど、少しこれ、はい、ちょっと落として車高でさらに落としたらどうなるか。あー、下がってますね。結構これベタベタになるんじゃないかな。ちょっと楽しみですね。見ていきましょう。オフセットも全出しで、ホイールを変えましょう。まあこれ BBS でね、LM あたりをこう入れたいかな。あ、合うかな。あ、いいね。ちょっと見ていきましょう。あー、いい。あ、ベタベタだ、これ。どうですか、皆さん、これ。この86かっこいいね。あ、このカラーもありだな。あ、LM も結構、いや、ちゃんと合ってますね、このカラーと。あ、この車両いいですよ。あー、かっこいい、かっこいい。いや、これゲットしてよかったですね。もちろん、チームで撮った車としての思い出がね、一番大きいんですが、車としてもね、いや、かっこいいですよね。うん。あ、まだ紹介してなかったので、僕は星5ですが、初期ステータスはね、このようになっています。これをね、まあ、星6プラプラまでね、育ててね、行くのはね、結構、皆さんおられるんじゃないでしょうか。ね、86のハイスペック、まあ、AE86 ですけど、どんな車両なのかちょっとね、わからなかったんですが、結構かっこいいですね、これ。はい、OK です。いや、いいね。それとですね、こちら、4月チケットオーダーね、TBR を走ったおかげでね、まあ、途中で少し引いたんですが、2620枚貯まりました。こちらもね、まあ、後ほど簡単にね、次の動画ぐらいでね、引いていけたらと思っています。さて、ちょっと簡単にお知らせを見ていくんですが、はい、次回イベントの方は、ボスバトルですね。29日14時より開催ということで、上位ランキングはシルビア・ケーズ・ナイトメア S13 のハイスペック車両ですね。で、各種オーダーで XD チェイサー来ましたね、フォードアセダン。そしてこのケンメリ GTR スカイライン 2000GTR ですね。これね、楽しみですね。そして星7解放が FC3S ということで、まあ、ケンメリはね、結構コラボ車両として、まあ、何回か出てますが、こういう風にノーマル出てくるのはね、初めてなのでとても嬉しいですね。はい、ということで、TBR の結果とね、まあ、この報酬車両のご紹介など、まあ、簡単にしていきましたが、
この TBR 直後のね動画ではいつも僕言っているんですが、やはりね TBR っていうのはね報酬車両ももちろん大事ですけども、やはりチームのみんなで走ったっていうことにね大きな価値があるんじゃないかなと思っています。ということで皆さん頑張って取った報酬車両とねみんなで強まったこの絆をね大事にこれからもドリスピね楽しんでいけたらと思います。ということで皆さん今日も見てくださってどうもありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。